いやー、ドク良かったですね。あ、ドクやだ、まだメガネ取ってないじゃん。しまった、言うてなかった。そう、皆さん、歌う時にね、ちょっとね、歌う時に見ていただこうと思って。そう、どうですか？でも、いつもお化粧、いつもお化粧するわけじゃないと思う。化粧をされることはあるんですけど、たまにこう舞台を。衣装変えるのも、化粧するのもね、やっぱりね、テーブルチャージをいただいて、ね、素人の私が歌うわけですから、ね、ちゃんと一生懸命化粧もしてやるんでね、白も変えて。今日だって朝から化粧してるんですよね。今日のこの夜のこの時間のために朝からですよ。そう、朝からですよね。初めての歌はね、みくちゃんにこうボーカル教えてもらって、ね、ちゃんと皆さんの前で歌えるように。いやいや、もう全然教えることがないぐらいのとても、あ、いい男、いただきました、いただきました、いい男、ありがとうございます。お腹がいっぱいになったところです。ありがとうございます。またちょっとね、お顔をちらちら見ていただければと思います。はい、はい、じゃあそれではセカンドステージまた始まりましたが、はい、もう昭和歌謡も意外と長いよね。あ、5分、ごめん、すいません、お客さんの手を借りてですね。そうそう、ここはね、出演者とお客さんが一体となって、ありがとうございます。ちょっとすみません。はい、セカンドの大体この間に私たちバンドメンバーと紹介するんですけど、まあ、大体ご存知だと思いますけど、そうですよね。そう、初めての方もいらっしゃると思いますので、あ、本当？じゃあちょっと初めての方は、ちょっとね、はい、名前を呼んでくださいね。ぜひいいですか？じゃあどこ行こうかな？いつも通り、はい、ゆみちゃん。キーボード、かわいいでしょ？ゆみちゃんでーす。行動を聞いてくれるのでね、この方が音程をしっかりこう私たちの音程を作ってくれてるので、過言ではない。ありがとうございます。いつも。そして後ろ、はい、うちね、美人揃いなんですね。そうなんですね。すみません、私の音程です。アイドルス、のんたんでーす。どこ行っても大人気。この番組見たらすごい短かったよね。うん、さっき、あ、残念、皆さん見逃した方、今はね、いい感じに、可愛い感じに撮ってますので、ぜひね、衣装の中もチェックしていただいて、ね、はい、さ、そう、素敵。ちょっと早めに突っ込んでもらっていい？じゃあ、こっち、大丈夫、大丈夫、こっち行こうかな、じゃあ、じゃあ、サックスもいい音鳴ってましたね。素敵でした、みなこー、かわいいな、すごい音鳴ってたの、素敵でした、ね、緑通りも人気者でね、いろんなところでも弾いてるので、お客様たくさんですけど、みーちゃん、そう、最近メガネを新調した緑ギターのギター、緑緑そしていいですか、皆さんメイクバッチリだったディーポップのオーナーでございます。パーカッションもドラムも、もともとドラムから始められたのかな、ね、で結構民謡とか歌も本当にお得意な方なんですが、ドラム、ドラムじゃない、ドク、何と間違えたの、ごめんなさい、ドラムでしょ。そして、メンバーの私たちのリーダーですね、いつもカーティがもういろんなことをしてくれるので、今日の、ディーポップのテーマというか名前は何でしたかね。思い出はプレイバック、思い出はプレイバック、パッて見たの汗で毛がいっぱいついてびっくりしたわけですよ。毛深かった。さあ、いいですか、皆さん、思い出は何でしたか、もう一回お願いします。思い出はプレイバック、聞いといて、思い出はプレイバック。必ず D-POP には必ずテーマの最初 のこのなんでライブのイメージのテーマがなんて言ったらいいんだろう、伝わんない、ちょっと言葉がカミカミになってきたんだけど、ちょっとテーマがあるのでね、それはぜひ聞いて、サブタイトルね、そうそうそう、サブタイトル、そう言いたかったんですよ。たまに言葉がわけわからなくなっちゃうのでね、そこはちょっとご了承、私に聞いてください、はい、そして何でも分かってくださる、何でも私のことを分かってくれる相方です。ボーカルコーラス、ナオ。そして、もうね、この人なくしてはリーポップは語れないぐらいの、そうそう、もうコミックを作ってるの、私たち、ね、なんか私たちが入ってからだいぶ雰囲気が20年のうちで、そのね、変わ
激変したよ。最初ね、私たちまだここに入ってなかったんですけど、すごいなんかね、綺麗なお姉様方がなんかこうセクシーな感じで踊ってたみたいなんだけど、私たちが入った時にコミックに変わった。そう、ね、よく装具が面白いというご意見をいただいております。ありがとうございます。コミックの D-POP をぜひ楽しんでいただければと思います。盛り上げていつもくれる歌も歌う時は話は面白い。ありがとうございます。盛り上げ隊長めきです。ありがとうございます。心を込めてまたちょっと歌っていきたいと思います。はい、いろんな歌を歌っていきたいと思います。はい、ひろちゃんの歌をみんなに聴いていただきたいと思います。はい、じゃあそれでは、思い出のスクリーン。どうした？思い出のスクリーン、皆さん知ってますか？矢上純子さん。名古屋出身。じゃあちょっとね、より一層気持ち込めて歌うのやとね。関西？あれ関西？誰？あのね、山上製作所という山上企業の会社の、はい、何、愛知県も？あ、違うと思うんですよ。じゃあ誰か知り合いいるんじゃないの？そうだ。じゃあ勝手にも営業したの。あらららら、さすが皆さん、詳しい。じゃあ気持ちを込めて歌いたいと思います。はい、じゃあ、じゃあそれでは行きましょう。思い出のスクリーン。Thank you.
兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃんって呼ばれて、あ、こちらが兄ちゃんって呼ぶわ。なんか後半ちょっとでもね、曲のやつ見てたら結構まあまあ静かな曲。こそう、あ、でも次ちょっと明るいかな。わかんないですよね。そう、盛り上がり。だんだんでもね、皆さんもちょっとね、セカンドなので疲れてきてるかもしれない。ゆっくり、まず疲れてない。よし、よし、頑張ろう。じゃあ次ちょっと皆さん頑張っていきますよ、はい。タイトル通りの、さあ、プレイバックパート2をいきましょう。Thank you.
い、ではセカンドステージ最後の曲、はい、はい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 、ちょっとねセカンドステージはしっとりと終わらせていただこうと思います。では歌姫ミキが歌います。歌います。皆さんご存知の最後の曲はマドンナですのからどうぞ。
じゃそれでは皆さん踊らない。さあ踊れるかな、踊れるかな、多少踊れるかな、踊ってください、どんなでも。そう、さあじゃあ最後はアンコール、皆さんありがとうございます。今日は本当に来ていただきましてありがとうございます。全然宣伝しなかったんですけど、前回来られた方は皆さんご存知かもしれないですが、来年私たち20周年を迎えるんですよ、はい、ありがとうございます。決まっておりまして、5月の19日に、はい、日曜日ですね、ブルーノートで、ブルーノートで、はい、この昭和歌謡とオールディーズをさせていただきます。はい、皆さんぜひちょっとお友達を誘いの上に来ていただければと思いますので、はい、もう目いっぱい20周年は大盛り上がりでまたやりたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんちょっと手帳に書き込んでいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。5月19日5月19日です。ゴー行くで覚えていただくと、そう、はい、ゴー行くで、そう、ゴー行くで行きますからね、一応。いつもは夜ですけれども、お昼間に多分やると思うので、日曜日はお昼間でしたよね、はい、確かに、はい、お昼間。いやいや、もう本当にコミックしかないです残念ながら、ちょっとジャズで行きたいところがコミックしかないものですから申し訳ありません。コミックなんですね、やっぱりね。そう、コミックというジャンルで行きたいと思います、はい、よろしくお願いします。さあ、それではアンコールありがとうございます、はい、それでは最後、ハートのエースが出てこない。おThank you.
ですよ。ごめんなさい。本曲あるんですよ。すみません。体力ありますか皆さん。ありがとうございます。最後にこれいつもね最後に歌っとったんですよね。そうですね。それでは西城秀樹さんを偲んでヤンゴン。皆さんもね、ぜひご唱和ください。よかったらスペル間違えて皆さん動かしてもらっていいですからね。Yeah!
もう終わりなんでね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がっていただいてありがとうございました。ぜひ次回は来年ですね、皆さんにいただきたいと思います。ぜひ、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。気をつけてお帰りください。もう、あと、来日して。